にちは、赤石奈々です。ついに、ついに、ついに iPhone8 発売ですね。 iPhone8 と10の情報が解禁になりましたが、iPhone8 が 4.7 インチの 148g なのに対して10は 5.8 インチの 174g で結構大きそうですよね。で、10の方は10月23日予約の11月3日発売だそうで、結構これから1ヶ月くらいあるみたいですね。私は8が欲しいかなって思っているんですけど、この 8、8+10 全部がなんと無線充電になるそうです。なんか未来を感じますよね。こう置くだけね、充電できるそうで、すごく未来を感じました。10に至っては顔面認証、顔で認証されたり、ホームボタンがなくなっていたりと、かなり進化しているそうです。でね、私はもう8がかなり欲しいんですけど、 iPhone って発売日に手に入れるのって相当難しいじゃないですか。で、ネットニュースによると、なんと発売日は来週22日金曜日にもかかわらず、今日から Apple Store に並んでいる人もいるっていうぐらい、気合の入った方々がねいるっていうことを聞きました。で、私もやっぱり iPhone8 欲しいなと思っていろいろ検索してたんですけど、なんとね、ネット注文できるらしいんですよ。え？と思ったんだけど、とりあえずドコモショップで予約しようと思ってるわけですよ。で、そのドコモショップのホームページを、そのチェックしたホームページから飛んで見てみたところ、9月15日の16時から予約開始するらしいです。で、この予約開始からが、他のね、今までの情報によると、もう1分とか2分とか3分でボーンって売り切れちゃうみたいなので、4時ね、ぴったりにアクセスしてみて予約してみようと思ってます。で、iPhone8 予約して、発売日の22日に、果たして届くのかっていうね、企画です。で、 iPhone22 日入手し次第、7チャンネルでですね、操作性だったり、こんなとこ変わったなっていうのを、iPhone 初心者の私なりにいろいろ喋ってみたいなと思っています。私のね、Apple 製品の知識といえば、今これ iPhone で撮ってるんですけど、iPhone6 なんですよ。7ですらない6と、MacBook Air を持っています。ずっともう Windows で、 MacBook に変えたのは12月です。それくらい初心者なんですけれども、今回8を手に入れてみたいということで、ちょっとこの動画でね、ドキュメンタリー形式にお届けしていきたいなと思っております。入手できるらしいよっていう情報を得たサイトは概要欄にリンクを貼っておくので、興味のある方はチェックしてみてください。では今日はこれで終わります。最後まで見てくださってありがとうございました。また次の動画でお会いしましょう。バイバーイ。